はいお疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、あのね、100円ローソンでものすごい弁当があの話題になってたの知ってますかね、200円でですね、こんなウインナーとご飯のウインナー弁当みたいなのがあったんですよ、ものすごい弁当があるよと、<laughs> ウインナーだけだよ、入ってんの。 まあ、ちょっとスパゲッティが下に入ってるのかもしれないですけど、ウィンナーだけの弁当があるっていうので、めちゃめちゃ話題になってたんですよ。うん。でもね、もっとすごい弁当があるということで、今回ね、新しいのが出たんですよ。で、リツイートといいね、こちらさせていただきますね。もとみつね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。あのですね、こんな感じのね、弁当、おかかご飯っていうものがあったんですよね。ローソン100円で、100円ローソンでね、見つけたおかか弁当ご飯またとんでもない新人が現れましたね、ということで。え、どういうことだって、弁当 弁当の中、弁当箱の中には、えー、ご飯しか入ってないんですよ。で、おかかと醤油がついてる、こんな弁当が売られてる、爆誕してるみたいで、えー、すごい話題になってるんでね、今回その話をね、していこうかなと思います。ただ、このおかかご飯、もう即販売終了になるっていうような話もあってですね、そこら辺の経緯も、えー、見ていけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 はいまあすごい弁当が爆誕しちゃったわけなんですけど、こちらもねリツイートといいねさせていただきます。すごい、本当に。<laughs> ご飯しか入ってないから。<laughs> はい。で、えー、まあ、それについてね、もう記事があったんで、ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、ローソンおかかご飯、なぜ販売実は販売終了、年明けにまるだけ弁当第3弾発売ということでね、ウインナーだけの弁当とか、そういったものをね、まあ、シリーズ化してるみたいなんですよね。すっごいなということで、まあ、賛否両論あるみたいなんですけどね、このローソンおかかご飯っていうのがね、 ますまず記事がおかずがウインナーだけミートボールだけのウインナー弁当やミートボール弁当を売り出し大きな反響を呼んだ大手コンビニチェーンローソンストア100の、えー、超シンプルメニューがツイッター上で注目を集めていると、ね、ミートボール弁当とかもあってね、まあ、その後に出てきたのがこちらなんですよね、えー、話題の商品はおかかご飯税込み162円でウインナー弁当などと同じサイズの容器に白米 を詰めて蓋をし、えー、テープで鰹節と醤油を蓋に貼り付けただけのシンプルなメニューだとは超シンプル <laughs> まあねただ値段が値段なんでそんな批判は来ないと思うんですけどあのすごいすごいシンプルなメニューがついに出てきたということで11日頃から Twitter 上で前日のシンプル弁当と比較した上で弁当というよりおかかのおにぎりをばらしたものでは限界弁当が限界を超えてきたなどと話題になっていた まただライスだからね、これ。ライス100円で売ってたりするようなもんだから <laughs>。で、あまり売れ行きが良くなく、販売終了へと。これね、まだ出たばっかなんですけど、もう販売終了って言われてるんですよね。当編集部は13日、現物を入手し、実食しようと。ローソンストア100を複数店舗をはしごしたのだが、どこの店も今日入っていないとの回答だった。商品は本当に販売されているのかと。え なんこれ幻のの商品なななみたたいな感じになってたんですよねでまたツイッター上で指摘されているウインナー弁当などと同じシンプルシリーズの弁当なのだろうか同社広報担当者は次のように話すということではい、おかかごはん、ね、かかかかは今月8日に発売した当社の商品で間違いないですがと今月8日だよまだ,まだ1週間程度しか経ってないんですけどあまり売れ行きが良くなく、えー、現在販売を終了しようかという方向になっています。 今回インターネット上で注目をいただいていることは嬉しいのですがということで、まあ、すごいあの注目を浴びているんですけど、なんかねウインナーベントとかとは違って売れ行き全然良くないとで。販売終了もすぐに考えてるみたいなんですよね。で幻の商品になってしま,うしまっております。ウインナーベントシリーズとは別の独自商品です。お好きなお惣菜などと組み合わせていただきたいというコンセプトで販売していましたということで、まあくまでライス。 プラスおかずを買ってくれっていうようなコンセプトだったらしいんですけど、うん、あのどっちかっていうとウインナーシリーズの方が全然良かったみたいですね。はい でえー、ミートボール弁当に続く第3の弁当は年明けにとローソンストア100は、えー、今年6月30日お弁当には色とりどりのおかずが入っているべきという常識を覆しひたすら好きなものだけを堪能したいというニーズに応えるという商品のコンセプトでウインナー5本だけをおかずにしたウインナーベントを販売これも200円で安すぎますからねすごいな本当ににそのコストパフォーマンスとシンプルさから大反響を呼び当初関東に限定していた販売エリアを中京、近ン に拡大同社プレスリリースによると販売数は10月末までに50万食50万食を達する大ヒットになったのだという同社は11月10日一連の弁当シリーズの第2弾としてミートボール弁当を新発売している、うん、でそのシリーズの今後の予定としてシリーズの今後の予定として同社広報担当者は実はミートボール弁当に続く第3弾となる商品を年来年年明けにも販売する予定ですと。 語ったたとといいうことででままだまだ続くだみたいなんですよねすごいよね、これ、<laughs> ウインナー弁当とか、おかか弁当、まあ、シリーズとは別、外伝みたいな感じでね、販売されてるみたいなんですけど、これ爆誕してたんですけどね、速攻で販売終了になりそうなんですよ。もう,もう,もう世の中には出回ってないとかって言われてたりするんですごい。<laughs> まあ確かにこれとおかず買おうってなったら結局ね値段があの300円とかになってくるんでまあそれはそれでねえ本末転倒状態になっちゃうんでね安く済ませたい人からしたらそしたらウインナー弁当の方がなんか割り得な感じはしますよねはいまあこんな感じでいろんな意見があるんですけどこんなえツイートの意見もあります日本もどんどん貧困へついにおご飯おっかかご飯という名前で販売低価格ターゲットにということでまあこ,れちょっとさあこういう。 見方すするとやっぱ寂しいですけど、うんまあ、ちょっとでもご飯にねお金を避けないというような状態になってきた、まあ、日本の貧困ぶりが出てるということでねツイートされてます、うんまあ、確かにね、うんまあ、ちょっと寂しい部分がありますよねこういうところ、うん、とかえっ、ー、とあとこちら156円のおかかご飯弁当は失敗でしたちょっと貧弱でした 見ればわかるだろうという話ですがパッと買ってしまいましたということで、まあ、これだけ食べるにはちょっと弱いよというような感じなんですよねまあまあまあ確かにおかかご飯じゃ、まあ、ふりかけついてるようなもんだから満足はちょっとできないんじゃないのというような感じでね、まあ、批判的な意見もあるんですよ、まあ、だからこそ売れ行きがあんま良くなかったんではないかなとは思うんですけどただね、えー、逆に、うん、これもありじゃねっていう人もいってですねこの画像に怒っている人はご飯だけ売ってるのを見たことがないのかねラベルもおかかご飯で弁当 とは書いていないいなのにということでまあ実際ねツイッターとか見てもそんな怒ってる人はあんまりいないんですよまあ値段が値段なんでそんな怒るような話ではないんですけどいやでももうねすごい弁当が出てくるなというような感じですねまあ確かに弁当っていうワードはついてないんですけどねおかかご飯ですよということで150円でね、うん、とかまあこういうのも面白いものはありましたおかかご飯 はまあいいんちゃうと思う派なんですよね。ああ、白飯食いてーって時に余計なものついてくるパターンが多いので、そういうのもあっていいと。なるほどね、元もともとそういう時ありますね。あのー、なんだろう、白米のおにぎりみたいなのもあるじゃないですか。塩むすびみたいな。あれが食べたい時もあるんですよね。実際コンビニであったりするんですけど、もうまあそういう感じに近いんじゃないのかなと。ただこっちのネーミングセンスどうよということで、ね、他の商品をね、上げてくれてるんですけど、これね、昭和初期っていう商品名で。<laughs> 煮干,し煮干しと昆布とご飯がついて昭和初期っていうこんな弁当もあんのいやこっちの方がもともとはねすごいなとこれ第3シリーズなのかな <laughs> ちょっとこれびっくりしたんですけどこんな感じで弁当を売ってたりもするみたいですわ <laughs> 面白いねほんと えーっとね、まあこんな感じでいろんなね、まあかなり、えー、格安弁当っていうものもいっぱい出てきてるんで、えー、ネット上ではすごく話題になってます。まあまあこれはね、あのー、某ね、セブンイレブンとかの、某ね、某セブンイレブンとかの底上げとか、そういう悪質なものというよりは、純粋に本当にあのー、 安くて無駄のないようにした弁当なんで、ある種ね、えー、面白い案なんじゃないのかなとは思うんですけどね。まあ貧困貧困だって言われるのはちょっとなんか寂しい気がしますけど、えー、こういうのが話題になっているというお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。本道のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。